ヒューマンデザインで調べると、何が言いた英かった語かというはとです全然無ね、理で、社そう会そう、のそのヒューマンデザインを社教えて会くれたののがマーシーなんですよ、年かけて。で、そあなのたは人パとワーったていったういの人が生でありプたラいスのエと、ネルギー、言葉にするんですよ。で、フォースがマイナスのエネルギーで分けてて、で、その柔軟な対応ここでの、きるこことの切り替わるところの臨界点っていうのがあっ新て、たな人そこが数字では200って言われて、生言ってるんですけど、でそれが勇気なんですよ。ありたい、こう全部表にしてて、ほいで、マイナスのことが、意識レベルが190というさっき言ったその200以下のところですにとどまっているわけがありませんって、ここに書いてあるのを最初あんまり意味がわからなかったんですよね。で、全部読んで